おはようございます。お願いします。コーナーすみません。この後もあると伺ってますが、はい。先によろしくお願いします。お願いします。特に今シーズン、8月以降、こう、ぐーっと調子を上げてる感じに見えるんですけれども、今のご自身の状態っていうのは、自分の中でどう感じられてますか？そうですね。なんて言うんだろう。試合を作れるようにはなってきたかなと。調子が悪い時でもなんとか粘り強く投げられるようになったりとかっていうのが、できるようになってきたかなとは思います。やっぱこう、調子をつかんだきっかけになった試合とかってあったりしますか？きっかけの試合、でもやっぱその完封した試合、ノーヒットノーランになりそうだった試合で結構、なんていうんですか、自分の中で自信がついたというか。っていうのはあるかもしれないですね。こう、まあ、試合を作るっていう意味では、ご自身の中で一番意識していることってどういうことですか？そうですね。引きずらないこと、点を取られても引きずらないようにっていう、切り替えをうまいことするっていうのは心がけてやるようにはして、それがだんだんと結果に結びついてきた感じです。それがこうできるようになった要因っていうのは何か一つ挙げるとしたらありますか？そう、やっぱ西口さんに教えていただいた、なんていうんですか、すべてポジティブに捉えるというか、それをやるように、積極的にいろいろなことでもやるようにして、普段からもそういう考え方にしたりっていうのをしていった結果、だんだんそういう気持ちに、なれるようになってきたというか、それがきっかけですね。まあ、一つ指標で言うと、クオリティスタートっていう6回以上投げて自責3以内っていうのがあると思うんですけども、まあ、それはあくまで指標ですが、そこっていうのはやっぱり意識してたりしますか？やっぱり序盤から試合を作るっていう。そうですね。そこは最低限、やっぱやらないといけないというか、それをするのが仕事だと思うので、悪い時でも、そこは一つ、目指すというか、そこは最低限クリアしたいっていう感じです。今一番自信を持っている球種は何かありますか？球種、そうですね。でもまっすぐはしっかりと、コントロールよく、投げられていると思うので、自信持って投げられます。それとこう、特に左バッターのインコースに強気に攻め込むのが今シーズン印象的なんですけれども、それっていうのは、まあ、バッテリーで話し合ったりして、特に意識してそうるでこすとね。が。インコースに行くタイミングだったりとか、その前に、なんていうんですか、変化球で攻めて、まっすぐ行くとかっていう、そこは本当駆け引きだと思うので、そこは、キャッチャー森さんがうまいことを自分を、リードしてくれているので、自分はそれに応えるようにっていう気持ちで投げています。ストレートの次に多く投げてるのがフォークなんですけれども、まあ、ツーストライク追い込んでからもストレートの次に多く投げてるのがフォークで、ノーヒットノーランもちょっとだった試合も一番良かったのはフォークとおっしゃってたんですけれども、フォークに関しては今のご自身の中で。そうですね。フォークは、ずっと投げていて、変化球では自信がある、ボールなんですけど、今年からカットボールを投げ出してから、また幅が広がったというか、またよりフォークが、効くというか、やっぱカットボールがあるおかげで、まっすぐも行きますし、フォークが生きてくるっていうのは、すごい今年は去年と大きな違いですね。それカットは誰かに教わったりしたんです平に教えてもらいか？ました。平がずっとカット投げてて、自主トレも一緒にやっていて、いろいろ話聞いて、投げる感覚だったりとか、投げる場所だったりっていうのは、平に聞いてました。最後になんですけれども、残りのシーズンに向けての意気込みっていうのを聞かせていただけます。そうですね。勝ちにつながるような、本当、勝つしかないので、勝ちにつながるような投球をしたいと思います。わかりました。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。
ました。ありがとうございました。ありがとうございました。